回だけやらせてください。お願いします。お願いします。
MC 挟みます。改めまして大原です。本当はあのココ竹口ココっていう3年の女の子がいて、ココと一緒にやるつもりだったんですよ。ココが出れなくなったから、ココと一緒にその猫の目っていう一緒に組んでオリジナル曲バンドの曲をやろうとしてたんですけど、出れないってことで、あ、じゃあどうしようかなって、いろいろ、あー、ごめんなさい、すいません、いろいろ考えて4曲持ってきました。1曲目が新曲でスーパードラフトっていうインストの曲作って、ちょうどなんか就活のイベントでなんか自分のアピールのために2分以内で曲を作ってきていいよって言われて、ですごいしゃやったるぞって思って作ったのに、なんか予選があって本選に行ったら曲を流せるって言われたんだけど、まんまと予選で落とされて昼間に返されちゃったから、どこでもなんか発表する機会がなくて、1曲目にやった新曲クソがと思ってここでやるつもりなかったんだけど、じゃあちょっと弾き語りライブでやるかって、誰にも聞かれないのなんだしなと思って1曲目やったのはインストの曲でした。で2曲目がカバーで坂本九の心の瞳っていう曲でやりました。なんか合唱曲とかで、それこそかなみも言ってたけど、なんかやってるような曲でなんかみんなが尾崎やってるの見て、あ、かっこいいなと思って、なんかそういう系の曲ないかなと思って、ちょっとバラードで1曲だけコピーしました。で、あと2曲はもうぶっ続けでやっちゃうんですけど、オリジナル曲やります。ほとんど多分知らないかな、ユノさっき言ったユノと1回だけやった曲と、もう1曲はオパス初披露の曲になるので、まあ、ギター全然弾けないんだけど楽しんでってください。ありがとうございました。風の匂いがした、気づけば3時だ、そんな日ばっかだと思ってた。階段に沈む三線、気だるげな猫があくびをして消えた路地裏、酒のない世界線で、僕らは過ぎゆく日々の中
ありがとうございました。